皆さんこんばんは。こんばんは。立憲デモクラシーの会という、学者の会なんですけれども、憲法学、政治学、経済学、そして、人文学、歴史学、理系の方たちも含めて、今67名の呼びかけ人で活動しております。一般の方々からも賛同を募っておりまして、1000人を超えるところまで来ました。大学で私も教鞭をとっているので、人前で話すのは慣れているんですが、今日は通されています。上智大学というのはご存知かもしれませんが、あまり大きな大学ではないので、そもそもこれほどの大教室というのはないんですけれども、それ以上に皆さんが非常に熱心で、そしてまた、普段であるとどうしても学生というのは自分よりものを知らないだろうというふうに思って話すことができるんですが、今日はそういうのとはちょっと違うなというふうに思っております。これは政治でも何でもなくって、実際に皆様方が生活の中で、ご存知のこと、そして考えられていること、そしてまた実際行動をお忙しい中取られているということに対して非常に頭が下がる思いであります。というのは立憲デモクラシーの会というのを名乗っておりますが、諸先輩方をして実は名付け親というのは、私なんです。思いついたのが私というだけの話なんですが、ここには2つの要素が入っていることをお分かりいただけると思います。一つは立憲主義ということでした。これは明治時代 その例えば日本史を勉強したりするとよく出てくる言葉で、立憲政友会であるとか民政党であるとか、立憲運動といったようなことっていうのは、皆さんもご記憶の方あると思うんですが、戦後の日本では実は幸いにして忘れ去られた言葉になっておりました。というのは、護憲改憲ということで対立軸はあっても、憲法を壊すというようなことは明治の先人たちでさえ考えなかったことであると。そこまで来てしまったのだから、ここは仕方がない、そこに戻って、中には改憲派の人も含めて一緒に手を携えて戦っていかなければいけないということで、立憲という言葉を一つ選びました。もう一つはデモクラシーなんですけれども、あえてこのカタカナのデモクラシーということにこだわったには理由があります。でこれは民主主義とか民主政治という言葉にしても良かったんですけれども、そうするとちょっと堅苦しいということと、本来の意味が消えてしまうと。何かというと、デモクラシーというのは民主主義とか民主制度みたいなものではなくって、実際には、ギリシャ語 そのデモス、民衆、そしてクラトス、力という言葉からできているんですね。まさに民衆の力、この場の皆さんたちのことなんです。なので、実際に我々が選んだ代議士たちがどこかを向いてしまって国家権力が暴走した時に帰ってくるのはデモクラシー、我々主権者が立ち上がって手を携えて、そして憲法を守らなければいけないと、そういった思いで立憲デモクラシーの会という名前にいたしました。実際に、言葉を、発して我々の方で、運動を起こしていった中で、実は、拍子抜けというか、非常にがっかりしたことがございます。というのは、さすがにもう少し、きちんとした論理立てでやってくるのかと思ってきたら、何のことはない、本当に、紙芝居であるとか、あるいは猿芝居であるとか、先ほども池田さんのお話にあったように、明らかに結論、やりたいことが分かっている、その中で落としどころを探すということを公衆の面前でやると、意見シャーシャーとやってのけるというようなことが行われています。安保法制局の報告書にしても、ありえない論理立てで、ありえない事例に基づいて、ありえない話を導いていると。これは一体学者としてどう対峙していいのか正直分かりません。それでもなんとか、知恵を絞って、やっていこうと思っています。実は私が今まで仲間と一緒にやってきた中で一番分かりやすいなというふうに思った話は、まあ、皮肉なことにと言いますか、長いこと改憲派として、当時は珍しい憲法学者であった小林節さん、慶応大学の名誉教授の小林節さんのお話なんです。彼は改憲派ではあるけれども、憲法を壊す改憲には、決して許すことはできないということで強く反対されております。で彼が言っているのは、これは憲法泥棒だと。泥棒というのは許されないもので、少し盗むんだったらいいという話ではないと。ましてや泥棒が憲法を盗んだ上で
必要最小限の空き巣であればいいということを、今後必要最小限の空き巣は何かということを泥棒が決めるなどということはあってはならないと。まさにそういうことなんですね。で、我々ができることといえば、せめてそもそも論というか、もともとこんなことはありえない話なんだということに戻す、事例であるとか紙芝居であるということで、ともするとマスコミはそちらに流されて、さも大事なことがそこで行われているように日々報道していて、そして最終的に自民党政権が落としどころをあたかも穏やかなものにしたかのように演出することに協力してしまっているという実態があります。そんなものに騙されないように、原点に戻って、原則に戻って、そして現実に即してやっていかなければ、すいません、大学の教師って話が長いんですと思っています。7月4日に学習院大学で、シンポジウムを行います。北岡さんの、先生にあたる、三谷太一郎先生が、お話をされます。東大の、歴史の先生である加藤陽子さんがコメンテーターをなさいます。もう一方、軍事評論家の前田哲夫さんがお話になって、気鋭の憲法学者木村壮太さんがお話になります。6時から5時半会場で学習院大学で行います。ぜひお仲間、そして今日この場にいない方を連れて、お運びください。どうもありがとうございます。